アルフレッド・コンとアルフレッド・コンと AC-1。アルフレッド・コンとは、スイスの航空の先駆者である。1926年に航空機会社、アルフレッド・コンとスイス航空機会社を創立した。ドレモンに生まれた。15歳の時にオートバイを組み立てた。1913年に、フランス飛行クラブの民間パイロット免許を得て、第一次世界大戦中は、スイス軍のパイロットとして、 領空侵犯を防ぐ飛行を行った。1919年11月5日、航空写真撮影や旅客運送を行うコントミッテル・ホルザーの設立者の一人とナリアクロバット飛行を見せ、チューリヒからロンドンの飛行を行った。1920年12月、6機の水蒸気でチューリヒ港岸のオーバーリーデンで飛行学校を始めた。1923年から、 飛行機の設計、製作をはじめ、1926年にアルフレッド・コント、スイス航空機会社を設立した。40機ばかりの自社設計の機体の製作と、スイス空軍のための8機のフォッカー D7 のライセンス生産を行ったが、大恐慌によって、商売はうまく行かず、家具製造に転じたが1935年に倒産した。 第二次世界大戦中は軍務に服し、戦後再び飛行学校を経営するが1950年に飛行するのをやめた。コントの設計した機体は以下である。ありがとうございます。